両親に褒めてくれるタイプですか、それともこう厳しくサッカーを続けてきた感じですか。あ、めちゃめちゃ褒められて育ってきました。大切にされてきた感じがするもんね。あんまり怒られた記憶はないです。帰ってきて怪我してたりすると両親なんか心配されてたんじゃないんですか。自分が怪我した時は自分以上にお母さんが落ち込むというか、まあそれはすごく感じますね。なんか泣いたりしてます。栄養面とか食事の管理とかっていうのは気遣ってくれてたなって思うことあります。軽い軽食みたいなのはいつも練習の時に持たせてもらいました。家族の理解が必要だと思うんですけど、おサッカーをやってきた中で家族に助けられたなっていう場面みたいなのありますか。まあ、お父さんは野球やってたんでプレーのこととかでなんか口出ししては来なかったし、でも練習にはいつもついてきてくれて、まあ、サッカーに関してはお父さんが結構なんか寄り添ってくれてて試合見に連れてってくれたり、お母さんは逆にまあ無関心ではないけどあんまりサッカーのこと分かんないみたいな感じだったんで、家帰ったらお母さんが別に普通に接してくれるっていうか、サッカーの話別にしなくてもいいっていうバランスはすごく良かったなって、ありがたかったなと思います。思春期の時ってサッカー見に来ないでっていう子供たち多いと思うんですけど、見に来ないでほしいなとか思ったことあります。あ、ないですね。なんか見に来てくれたら嬉しいだったですね。ちょっとした怪我とかやっぱ心配すると思うんで、まあ、お母さんとかそういう大丈夫なのみたいな、ちゃんとは誰かに見てもらったのとか言ってくるんですけど、今でもそうなんですけど、大丈夫なのみたいな感じになっちゃいます。今でもそうなんですけど、とこの2人の笑い方より悪意しかなかった。失敗しない？わかるわかる。わかるよね。見てもらわないわけないじゃん。なんかこう、お弁当作ってもらったりしてました？遠い時に迎えに来てくれる時があって、その時は、まあ、夜ご飯を持ってきてくれて、車の中で食べて、ながら帰るみたいなことはありました。好きなメニューみたいなあります？なんかこれ食べるとあの時思い出すなみたいな。ほうれん草とベーコンのポン酢で味付けしたパスタですかね。今度 JFA のみんなで食べに行こうね。それ行きたい。行きたいじゃないよ。